はい、どうも、ケガです。今回はですね、サンブレイクの体験版来たんで、早速やっていこうかなと思います。でね、メルゼナをね、しょってやりたかったんだけど、なんかね、ライゼックスか四つ宿をクリアしないとメルゼナできないっぽいんで、とりあえずライゼックスを先にやろうかなーっていう感じだね。とりあえず早速やっていきましょう。レッツゴー。でね、体験版、オプション設定とか操作設定が全部初期設定だから、とりあえず先に訓練場みたいなとこ入って、オプションはね全部先にいじっちゃったから、なんだろう、完全初見操作ではないけど、まあ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 、ほぼほぼ初見だね。なんだっけ、その早掛けみたいなのも一応触ったけど、いるかこれって感じではあった。使いこなすのちょっとむずそうだね。あと今これさりげなく拾ったけど、この赤いかける虫があると、何だったかな、僧侶のダメージアップとかそういうのだったかな、があるから、ここら辺にいるあれレイヤーかをちょっと連れてって、早速レイヤーしていこう。レイヤーしていこう、僧侶していこう。レイヤーちゃん、こっち向いてちょうだい。え、こいつこんな気づかんことある？こんな気づいた。オッケー。でライゼックスの場所はもう表示されてるから、とりあえずライゼックスのとこ行きますか。あとね、オプション設定はいじったんだけどね、これショートカットかな、何もまともじゃないんだよな。まともじゃないって言うとあれだけど、道間違えた。ん？これ、ん？上か？ちょっとね、道がわからないんだが。まあ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 、マップ見ただけじゃね、この高低差わかりづらいってのが難点でござんすな。よろしくね。あとスキルとかは何もついてないっぽい。ついてるのかもしれんけど、なんか多分ね、何も確認できないから、まあほんとついてたとしても、微弱なもんだと思うんだよね。ほぼほぼ確認できないレベル。あれ、飛躍持ってんじゃん。飛躍持ってんのでかいね。またたび玉使ったか。とりあえず、総流待機してもろて、OK。レイヤーはね、火あられと毒の状態以上の両方できるからね、結構強いよね。火力出るし、なんて言うんだろう、毒の継続ダメージもバカになんないから、当たんねえじゃねえかこいつの。こいつのブレス、ブレスをね3連当てたら多分一番火力でかいと思うんだけど、3連当たんないんだよねこれね。あー、しかもかけり虫1個消えちゃった。まあいっか、この位置なら当たるか、3連ブレス。あ、待って。3回ともサマーソルトやっちゃった。まあいっか、十分な火力は出たでしょう。でこれなんだっけ、銃撃の歯薬、これがひるませやすくするみたいなあれだから、スタンとひるみ両方取りやすくなるんじゃなかろうかという期待を込めて一応使ってみるけど、どんなもんなんだろうね、どんぐらい効果あるのか分かんないや。オムラチョは星痛い。早速大技来たな。大技ってことじゃないか、全然怒り状態には入ってるか。かっこいいよなこいつ、相変わらず。あの金色の、待って、ターゲットつけてない。金色のかけり虫どういう効果だっけ、あいつの効果忘れちゃったや。1回2回、叩きつけは2回だな。あの連続ダン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 っていう技も多分あると思うんだけど、結構代表的な技だし、なぎ払いはダメージ低い、当たりどころが良かったか。1回2回、どっかで滅傷流で決めたいんだよな。ん、あ、ひるみ体制か、ひるみと、あれ、あ、投げ払いか今の。投げ払い相当リーチ短いな。リーチつか範囲が、なんだろう、多分クリティカル判定が相当狭いんだな。僧侶の落とし物アップ、いらな。なるほどね、落とし物アップか、いらねえな。あ、違う、ブレス、おお、すごい。なるほど、この電柱とあのでっかい玉が来るのか。突進1回、これで歯薬つけて、もう戻して、あ、移動する、おい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 。まあでも青ゲージがそこそこ長いから、ぶっちゃけ縦で殴んなくても結構切りに行ってもいいかなって気がするけど、どうだろうね、こんぐらいの長さあったら十分切れる気がするよな。うわ、このブレス厄介だな。待って、会心率は欲しい。痛い、まあこんぐらいならいいでしょう。おい、羽そこそこ柔らかいか。当たれ、あ、オッケー。いいね、ヒットストップが重い。痛い、バックステ出なかった今の、間に合わなかったかな。あー、危ない、うわ、やっちまった、もったいね。
せっかくだからもう一匹のハテナ見に行ってみる。延々区持ってないからちょっと連れてこれないけど、延々区探せばいそうだけどな。探すのめんどくさいから一応見とくと、あれは明けのシュルムではございませんか。必要ないな。明けのシュルムは別にいらねえな。そしてライゼックス、その洞窟みたいなの、地下に落ちたらいいんかな。ちょ、マップがわからんのだが、どういうルートで行ったっけ。多分こっちから行けた気がするけど。ん？このね、初めてのマップ、上下とかがあるとね、わかんないよね。いや、こっちじゃないな。絶対どっか下なんだけど。あ、こっから行ける？あ、行けるじゃーん。久しぶりでーす。お、久しぶりでーす。これで、あ、銃撃の歯薬つけて、せっかくだからね、この新しい、鉄柱主義ちゃんと使っていきたい。逃げれないよね。切り替えた？切り替えたか。このね、何？早掛けで今どっちの技セットにしてるかっていうのがちょっと慣れてないから分かりづらいんだよな。そしてスターン1回ぐらい取りてえな、せっかく縦攻撃使ってんなら。2回、おーっと今の当たるか。あ、でも熱昇竜撃いけるな、あれ。叩きつけの2回目に昇竜撃狙えるな。あ、こいつ、なるほど、尻尾ぶんの後、そう、叩きつけなんだ。オッケー。お、ひるみ、待って、これ あったよね。タル爆弾がしっかりセットされてるんで、ここで大ダメージ欲しい。あー、ピヨっちゃったか、今か。てか、このタイミングでもちゃんと歯隠れ、多分歯隠れじゃない、歯薬使った方がいいよな。ほい、この歯薬を使うタイミングちょっとむずいんだよな。ん？なんだこれ。あ、虫呼びの粉か。虫呼びのお香、ありがたいな。なんだろう、本編の方でもね、その虫呼びのお香を持ってるお供を探そうかなって気はしてるんだよね。やっぱかけり虫をね、補充してくれるのでかい。この叩きつけ1回と2回の時の差はなんだ。これはビームだから真ん中が、あ、違う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 、モーション変わっとるやん。知って、アイテムがね、地味に多いくせにショールドカット入ってないんだよな。初手でさ、回復薬グレートとか、あー、入れといてくれてよくない。ピヨッタ、死んだな。2回も死んじゃったよ。早速、あ、間違えてミツムシ拾っちゃったんだけど、拾っちゃった、使っちゃったんだけど、あー、今の方向いけたよな。もったいない、バック捨てしようとしちゃった。しかも間に合ってないし、早すぎー。早がけの、あー、かけり虫ないんだが。やっちゃった。このブレスみたいなやつ、ちゃんと避ける道を覚えた方がいいな。あれは多分そこそこ世話になるって言い方あれだな。これはまっすぐビーム、遅いビーム。あ、切り替えた、今切り替えてないな。赤が通常だから、赤が通常だっけ。多分この赤色が表示されてる時が通常だから、これ突進でしょ。いった、結構曲がるな。ホムラチ終わったから拾いたいが、あんまり、あ、なんかあれだわ、バルファルク装備のくせで回復途中で止めちゃったわ。 OK、 当たらない、いい、痛い、まあいいでしょう。ここの受け身は使ってよくて、これなんだ、ん、疲れてる、疲れてたか今の。結構下がるなこいつ。うい、よいしょい。いや、むずい、この斜めの軌道ちょっとむずい。せっかくだし罠使う、多分あれだよな、捕獲麻酔弾持ってないから罠普通に使っちゃっていいよな。あ、待って、こいつしびれような、効くのか、効かなくね。この突進はそこそこ短い、こいつしびれ罠効かないよね多分。いた、どうなんだろう、多分怒りじゃなければ効く気がするんだよな。これは後半いってほどじゃないな、まあまあ狭かったな。ほい、うわー、ダメだよね、もったいね。ほい、いや広いな、横結構投げ払ってくるな。死んだか、大丈夫、まだ大丈夫。回復薬が遠い、アイテムが多いよ。いつもショートカットに頼ってるから、いつもショートカットに頼りきってます私。
ビンビンは2階で、横が結構広い。貫きイカ、貫きイカってどれ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 、貫きイカってどこですか。回遊ルートにモンスターをおびき寄せろって、イカどこだよ。イカいないんだけど、えどれ、マジでいないぞ。いねえよおっさん。後期到来、後期到来、疲れてんのこれ、痛い。どうしよう、歯薬わざわざ、なんかあれなんだよな、歯薬を使うために無理やり早掛けとか使って、なんか操作がごっちゃるのが嫌なんだよな。ですぐ戻して、あ遅いよ君。疲れてるからか、いた、あ今の当たったの。こいつなんか踏み込みが深いからさ、ちょっと思ったより足元に深くいっちゃうんだよな。よっこ、遅いよ君。困るよそんなノロマじゃ、そんなノロマじゃ困りますよお兄さん。あの拾った雲使っているか、逃げる、あ逃げちゃったか。あ明けのシュルムとやり合おうかな、やり合ってくれるとありがたい。喧嘩すんのかこいつら。明けのシュルム明らか格下だけど、そんな格下にも遠慮なく突進をぶちかわすライゼックス君。おたげなさすぎるだろう、力の差を見せつけるタイプ。明けのシュルムどんなだったっけ、こいつも火やられしてくれた気がするけど、えオッケー、おっせ攻撃。なんで2回ステップ挟むん、あれこいつ火吹かないっけ、総流じゃ火吹かないのかな。これあーくちばし度数はちょっとあんまりダメージ出ないな、こっちの方が明らかにダメージは出るけど発生遅いよねっていう。あと弱攻撃した方がいいな、これ弱攻撃で火吹くのか。しかもダメージ60って、お前マジか、明けのシルム使い勝手悪すぎんだろ。あやま、やらかした、熱小流撃だったわ。しかも間に合わないんだよねこれ、痛い。このなんだっけな、鬼くぐつみたいなちょっと使ってみたいけどな。この突進わー伸びますね。あ回復薬じゃない、回復薬じゃない、なんだレオン、猫式激流装そんなの、あ待ってダウンしてんじゃん、猫式激流装ですか。間に合わないか、間に合わせるんだよ、待って、普通に位置半径ミスったくさい、仕方ねえ、お肉靴使う、うわっ、無理やりガードしてよかったな。えあそういうやつ、糸を引っ張るってどうすんの、え糸を引っ張るってどうすんの、 どうやって引っ張るの、もう一回相手のボタン押さえよかった、これはやばい、あねえ、もうスタミナがギリギリだよ。えお肉物どうやって使うの、もう一回相手までよかったんかな、っていうか怒り状態か、痛い、今のバックステ間に合わないか、ふい広め、どうしようこれ、無理やり、いっ無理やりすぎる、あーちょっと回復しましょうかね、ちょっと下りすぎだなこれ、メルゼナが不安だ。とりあえず分かったことは、あの薬使わなくていい。いやどうなんだろう、薬のおかげで結構ダメージチャンス増えてるのかもしれんけど、薬の不慣れさに、操作の不慣れさのせいでなんかマイナスの方がでかい気がする。でも使わなきゃなれないしな、無理やりいっちゃおうと思ったけどダメだった、引かれたわ、ほいこうですよね。1回、あれこれは尻尾ビーンか、違う、なんだこれ、そんな旋回コードあった、痛い、さっきまであんなコードしてたっけ。とりあえず猫強化しとくか、釣りはしなくていいのよ。ああむずいむずいむずい、違う、真ん中の電球だけ避けて中心通ればいいんだ、なるほどね、中心のクロスしたところ当たったらもうそれどうしようもない、これ内側でいい、頭ここ来ないか、あ危ないか、痛い、ガーフか、いやガードの向きが悪かったかな、それでも横からえぐり込んでくるタイプなのか。ミツムシ1回2回、これ絶対2回目なんだな、3回目はないんだ、早すぎー。
ためが長いって、リチャージ速度速くして。あれ、真ん中の電球がない、なんで。あ、ピョッタ死んだわ。3オーツ目3オーツったこれ。うおー、猫神回避。あ、ダメだった。なんかあれだな、多分スターン2回目とか取るのむずいから、残り普通に切ってもいい気がすんな。あいつか、こいついつの間に怒り解除された。いたーい。その尻尾の後は普通に降りるだけか。危ない。あれ、なんか電球減った、電球つかカメラ減った、体力、頭壊れたからか。頭減ってる時はあの雷の本数減るんかな。1回、これ1回だな。吐いて、マジ肩腰しか出てない。非怒り時だからかな。いや違うよな、最初の時普通に怒ってなくても2本つか両方に出てた気がするから、方向モーション覚えたいな。いや今の当たんないのかよお前。ほい、さすが僕のお供、初タッコか。お前、あ、いやいやいや、ん、これ壁に座ってただけかこいつ。さっきから壁に座れるようなあれじゃなかったけど、今ので当たんの。あ、ピュッタ、これ違うよな。いや壁に座れてただけ臭いか。あ、疲れてる時の、疲れてる時の非怒り時は片方しか出ないとか。いやでもそんなことあるかな。かけりもし、ガードできるんかいこれ。ガードできるんかい。ほい、え、なんで今の当たんないの。撃ち落としてはないか。このあと尻尾投げ払いじゃないの。ぐるんのあと尻尾ボーンじゃないんだ。あ、ピョッタやばいな。これ都度からくりじゃない、打ち消し使った方がいいのかな。からくりくじってなんだ、なんかまた特殊なあれかな。からくりくじとか言うの今までなかったよね多分。ほい。え、その持続する電信と突進同時はやばいだろ。あ、虫呼びはありがたいが、今ちょうどさっき拾ったところなんだよね。方向が全く読めない。これは、うわー、投げ払いだー。先に回復だったか。危なーい。危なーい。やばいな、結構苦戦してるわ。このビームが無限に避けられないんだよな。その突進こっち狙ってないか今の。うん、やばい、無理やりだったな。力が溢れてくる。1回2回、どうなんだろうなこれ。もう最初からスタンじゃなくて普通に剣でダメージ取った方がよかったか。あれ、回復薬切れたくね。回復薬切れたくね。被弾しすぎなんだが。おっ、いやむずいって、あれよけるの。お、冷えで詰めた方が良さそうだな。オッケー、頭当たんねえか、結構ずれるもんな。あ、総流待機か、どうしよう、なんかに当てに行くか。いや普通に壁でいいか。明けの種類もレイヤーも、いやレイヤーもう一回戦えるけど、あの場所に行くのまでが多分戸惑うから別いいや。あいつのいる場所に行くまでに多分戸惑うなこれ。特に壁に変なのもなさそうだから、とりあえず突進でダウンとダメージでよろしかろうよ。これコタルか。じゃあもう普通に直当てでいいか。あれ、ダウンそんな短い。うー、方向だよね、もったいないよね。ほい、ん、疲れてる。あ、弱ったんだ。オッケー。いやー予想以上にちょっと手間取ったな。もうちょっとポンポンいくかと思ったけど、初手の下りがこれ危ないか。
ここで死ぬのちょっともったいねえなこのタイミングで死ぬのもったいないので、いやこいつやっぱ片方しか出てないな。頭壊したらそうなるんだな。逃げないで。暴れんなよ。逃げるな。ちょ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 、なんか来た。明けの種類か。明けの種類も君絶妙な邪魔してくるね。これ逃げられるな。てかワールドぐらいからな、モンスターの中逃げる意志が強すぎてね逃げる前にひるませても絶対逃げるんだよね。前はそんななかったと思うんだけどな。いやー待てー、寝るなー。おー終わった。いやちょっとグラったなちょっと使ってだいぶグラったな。あ、竜の巣あんじゃん。いたいたいた、誰誰誰誰誰、え、お前違うよな。え、こいつが倒れる時の判定で今飛ばされた。じゃあライゼックスの剥ぎ取りがしたいんじゃないの。俺竜の巣が吸いたいの。巣が吸いたい、巣を漁りたいの。獣観光、相変わらずあれだな、なんか素材の名前を呼びづらすぎるな。まあ、とりあえずライゼックスはこれで OK でいいでしょうなんか下りすぎてちょっとダセーけど、まあいいだろう。本番はメルゼナよ。歯薬はな、やっぱあれだわ、早掛けとかシャキーンってやってる時間がもったいないわ。昼見どうなんだろうな。昼見でその分のリターンを取り返せるのかどうかがちょっと怪しいから、まあ、普通にやった方が手っ取り早いかな。